店長、はい、お客様からのリクエストシリーズです。お、ありがとうございます。ありがとうございます。今回面白いです。クラシカの整備士さんとはどうやって出会ったんですか？整備士さんたちとの出会い、はい、これは採用の経緯っていうことでいいのかな？そうですね、それでお願いします。クラシカで働いてもらうに至った経緯ですね。はい、まあそうですね、結構バラバラですよ、時期も方法も。バラバラ、はい、まあね、我々はクラシカチャンネル結構重たい整備の重症な車を仕上げていくっていうパターンが多くて、で、はい、視聴者様からもよくね、クラシカさんすごいですみたいな温かいコメントいただく機会非常に多いんですが、多いですね。整備士さんなんだよね、実際。そうなんですよ、我々偉そうにねこれはもう問題と向き合って最後までやってやりますよみたいなこと偉そうに言うけどやってくれてるの整備士さんだから確かにね、お客さんからそうだね質問来るよね、どこでどういう人と出会ってるんだと。これを機会に紹介させていただきましょう。そうですね、まずね、まあ、うち工場長がいるわけなんですが、はい、その人と社長の、まあ、実質2人で始めたお店みたいなものなんですよ。はい、で、もともと社長が旧車好きで自分の車を持ってた中で、もともと担当整備してくれてた人が今の S さん、はい、工場長です。工場長 S さん、もともと柳瀬で30年ぐらい働いてた人 で、はい、でやっぱドイツ車は強いんですよ。はい、で古い車もねすごい得意だし、もう知識量もすごいからね、非常に頼りにしてる存在の工場長が一人いて、はいはい、でそんな中でこのクラシカ横浜工場を拡張させたんですよね。はい、で認証工場を取って、大きな敷地もしっかり設備も整った工場をね、第二工場として構えたんですが、はい、そのタイミングでやっぱ整備士欲しいよなということになって、これはね普通に求人募集をかけました。募集かけたんですね。募集かけました、はい、そこで2人新たに仲間に加わってくれたわけなんですが、はい、でその時に入ってくれたのが、はい、平さんって言ってね、はい、これまた大きな会社のねシュテルンっていうところで30年ぐらい働かれてた方、はい、超ベテランですね。超ベテランで一回ね整備から退いた期間があったんですが、はい、まあ、これを機に改めてね、まあ、最後の職場としてっていうつもりで選んでくれたのかな、クラシカのことを、はい、整備を古い車をね情熱を持って仕上げていくんだっていうところで、まあ、現場復帰っていう言葉がね適切かわからないけども、もともとほんとシュテルンでベテランでもバリバリにやってた人が、はい、改めて整備の道で、もう最後の花道じゃないけどね、はい、そういうつもりでやってくれてるというね、ありがたい採用になったわけでございます。でもう一人、まあ、よく YouTube でも登場してくれてるヒデさん、はい、で彼はもともとトヨタの出身 でそっからね転職もあって板金屋さんで働いてたことなんかもあるので、はい、なので整備もできるし板金もできるってことで、非常にね旧車を扱う我々としてはもう欠かせない存在だよね。そうですね、何でもできますね、古い車もよく知ってますしね、うん、今これで3名の整備士の方。そうですね、もっといますよ、ね、持っている持っている、はい、でクラシカ横浜のね大きな売りのポイントの一つがね塗装ブースですよ。そうですね、自社塗装できちゃう、綺麗に磨いた後にね塗装コーティングやって、もう外装のところは特にうちも評価がね正直高いです。それをやってくれてるのがね M さん。 M さん、うん、M さんもまた結構変わった出会い方というかね、はい、クラシカの仲間になってくれたのは、はい、結構初期メンバーの方だったんですよ。はい、第二工場とかできる前に、なんなら塗装ブースもできる前に、はい、クラシカの仲間になってくれて。そうなんですよね、これがねクラシカ横浜の場所をね、はい、探してくれた不動産王みたいな人がいるんですよもうほんとうちによくしてくれて、いつもね、はい、お店に遊びに来てくれる、はいそうですね、不動産王、はい、A さん、はい、いらっしゃるんですが、はい、まあ、その方の知り合いですよね。そうですね、こういう人いるからクラシカさんいいじゃんっつってね紹介してもらって、はい、で最初ねほぼ店長みたいな感じで営業やってもらってたんですよ。あ、そうなんですよね、それ意外な。そうそう、で本当結構車も何台も売ってくれてね、納車まで責任を持ってやっててくれたんですが、はい、よくよく話を深掘りしていくとね、はい、前の職場で塗装もやってたと、はい、うん、でもあんまり本人こう軽い感じで言うもんだからあ塗装もまあまあできますよぐらいの感じだったから、はい、だから本当ちょっと応急処置的なね、うん、簡単な塗装ぐらいは
部分的にやってたんだろうなっていう認識でいたんですけど、はい、ガチだった蓋を開けたらガチだった色作るのめちゃめちゃうまいし性格が細かいから、はい、やっぱ塗装剥がして形作ってこう研ぎ込んでいくところとか、はい、磨き一つ取ってもね早いし、はい、うまいで色を作るのも乗せるのもうまいし、うん、ムラ出ないしちょっと早く行ってくださいよっていうねそんな超絶スキルあったんですかってフロントだったわけですもんね営業としてフロントでバリバリ営業やってもらってたんですけど、はい、実はもう完全な職人肌だったでそれでもう慌ててじゃないですけど、はいまあ、タイミングもあって、はい、いやもう塗装ブースを作るぞとなってだから実質その M さん一人でね、はい、やってもらってるようなもんなんですよ、はい、塗装に関してはだから磨きも塗装も一人だから結構時間がねそうですね大変なんですよねこればっかりはそうですよねでも本当一人で集中してもらって丸一日ねかけて同じ車をこう向き合ってもらってるみたいなところがあるので、はい、いや本当職人の空間だよねはい重ね重ねだけど本当早く行ってよって感じだったなぜ今更ってでもおかげさまでそうやってね古い車分かる超ベテラン2人柳瀬30年の工場長、はい、シュテルン30年の整備士さん、はい、でこの平さんに関してはね伝送系がめちゃめちゃ強いよ、ねはい、いつも配線引っ張かしてこれどうなってるんですかみたいなことをねまたやってくれるわけですよ、はい、本当それぞれ得意分野があって非常にありがたい、はい、そして、まあ、トヨタ出身でメカにとにかく強いヒデさん、はい、自分でね自宅でエンジン組み立てたりしてるらしいから、まあ、あのバイクのエンジンとかね、はい、バイクも乗るっていうのですごすぎる変態的なスキルの持ち主、はい、それでいて板金もできるっていうんだからもう手がつけられない確かに弱点どこそうそうそうでこのベテランとね中堅のいい感じで融合して、はい、本当クラシカも本当いい感じになってきたなっていうその整備士さんたち、はい、でプラスで今度フミヤさんっていうね若手、はい、若手っていうか世代的な我々と同じぐらいだけどそうですねそういう人も加わってやっぱ旧車っていうとねもう時間かかるんですよさあサビ落とそうかっつっても薬液にドパーってつけて一気に落とせるわけじゃないから結局手作業だよねっていう部分がね、はい、必ず発生してくるわけなんですよね、はい、でそうなってくると本当もう力作業ですよ、うん、で旧車の内張りバコンって剥がしたりするのも力いるしコツを知らないと壊しちゃったりするからね、はい、でそういった部分もかなり人員がね必要になってくるわけなんですがそういったところもね周りの人に整備のスキルを教えてもらいながらもう実践形式でもうバンバン成長してる人もいるわけです OJT ですね OJT そうだねあとねもう一人、はい、C さんっていうねこの人もねショールームにだいたいいてくれてるんですけどもともとは積載車とかバスみたいな超大型車両ですよねこちらの整備をやってる会社に勤めてらっしゃって、はい、だから大きい車運転するの上手だよね、はい、そうですねうちのローダーは基本 C さんですからねそうそうそうだからうちも車の引き取りとか納車で結構遠方まで積載車で行く機会なんかもあるんですけども、はい、だいたいその C さんに行ってもらってバスとかも運転してた人だからまあ安全だよね、はい、大きい車も本当安全運転でとことこ長距離も行ってくれてるので非常に助かってます、はい、だから整備できるしこれもできますみたいなその総合力高い人が多く集まってくれたなという印象ですねプラスアルファでみんななんか持ってますねそうなのよてな感じでクラシカの整備士さんたちはこういう、まあ、特徴とね、はい、入社した経緯の持ち主、はい、ということですねはいで、ハルくんもう一つ面白いのがさ、はいまあ、今までもいろんなルートで入社してくれてたわけなんですが、はい、今度ね新たなルートで一人クラシカの仲間にね整備士さん加わることになりそうですなりそう、はい、お素晴らしい新たなルートというのが、はい、YouTube ですよ YouTube これ店長の努力の結晶いやいやもう皆さんのこのクラシカチャンネルを見て車に向き合う姿勢みたいなところをやっぱすごくね評価していただく機会多いんですけど、はい、ここで働きたいとここで古い車を整備したいんだという熱い男がまたいやー来た一人ね連絡をくれたわけですよ来たそして楽しみまたね素敵なのが超若い若いおおついに20代前半おおそんな人がね旧車をいじりたいんだというね20代前半の若者ですよ
嬉しい。いや嬉しいよね。いるんですね、そういう年齢の人でも。死にすぎるな。まあその時が来たらね、はい、皆さんにもこう YouTube で改めて紹介させていただこうと思いますけど、ぜひお願いします。やはりこうね、後継者問題みたいなところはついて回りますから、うん、古い車。そうですよね、うん、車はあってもいじれる人がもういない、はい、こうねなっていくわけです、はい、必然的に、はい、ここをもしかしたらね、ベテランの力と若手の力をこう融合させてね、うん、より盛り上げていけるんじゃないかと予感させてくれる出来事がやっぱこうやって起きますよね。はい、いいですね。真面目にやっててよかったよ、ほんと。まあやってくれてるのは整備士さんなんだけど重ね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 、それは忘れちゃいけない。発信してるだけ何もしてないから、ね、美味しいところ。そうそう、はい、到着しました。お疲れ様でした。お疲れ様です。ということで本日はね、はい、クラシカの整備士さんとはどうやって出会ったのという内容をお届けさせていただきました。大事だよね。大事ですね、うん、皆さんに紹介できてよかったですね。いい機会でした。で新たにまた一人加わるといういいお話も聞けて楽しみだな。本当に 来てくれるといいな。いいですね、うん、まだわかんないです、はい、ということでちょっとでもいいなと思っていただいた方はチャンネル登録いただいて次回以降の動画もご覧ください。よろしくお願いします。それでは店長とハルくんでした。さようなら。失礼します。